赤トンボでちょっとやってましたけやってみましたけど、ハーティーコーラスというのをやっています、私で、皆さんにもやっぱり覚えて、さっきトンボもだってもう忘れたでしょ、だって一番の最初忘れたって言ったから、だいたいここから扉を出たら忘れる知ってる知ってる、あのいつもレッスンでそこの扉出たら忘れますよね、大丈夫です、また繰り返しやりますからって言ってますけど次の曲、ふるさと、うさぎが美味しい歌でございます。で笑った人は起きてる人ですよね、うさぎ美味しい歌じゃないですよこれ、うさぎを追っかけたって歌ですからね。まずやってみますね、ふるさと、真似してできそうだったら一緒にやってみてください。ではお願いします。見てた、ウサギ犬いないかな、ウサギだかな、ウサギかな、手のひらの向き大事なのよこれ、ウサギさんはお耳が特徴的だからお耳を表現しています。ただし小さな動物なので後ろの音が聞きたいので後ろ向きで、手のひらは後ろ向きで、ピュンってこっち前向きでこうやってやるとお隣犬山の犬という表現になります。ちなみに各務原は各務原です、鏡です、各務原、各務原の人が多いかな、各務に原っぱの原、各務原というふうに、いろんなことやると忘れるでしょ忘れがたきふるさとになります。これ場所ってお椀をするみたいな片手でいいです、場所完璧です。では行ってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ウサギを準備してください。犬いなくて、デート終わりで2回繰り返してもらっていいですか。じゃあウサギいきます。